3対43対3やっていけ。さあ、敵右上行って、左上行って、こいつをシューティングでキャッシュいく。さあ、一旦敵瞬間的に落ちなんで、ここは来て、アーマー履いて、さあ、ラスト攻撃です。逆転勝利目指して進んでいく。こんにちは、肉団子です。さあ、今日もやってまいりましょう。本日はマンタマリア号でガチョコバトルです。よろしくお願いします。おっと、パワー2400ともなると王冠混ざってきますね。よろしくお願いします。今日も若葉使っていきます。ギアはボム2連投の怪物矛割構成となっております。まずはボムを投げて、あーミスった、ボム投げて、あーボム投げミスった、ごめん味方。一発目のボムが天井の網に当たってしまいましたね。これは痛い、痛いミスをしてしまった。さあ、一旦抜いて、ここ右に来てますね。これ止めないとまずいぞ。とりあえずここだけ持っていきたい。よし、逃げられない。さあ、味方に預けてる状況、2対2の状況ですが、3対2。さあ、敵が飛んできて、4対1、裏にいません。こいつとボムがぶり出して、足りないか。ナイス味方。さあ、一旦歩行割ってアーマー剥いで、歩行前線に押し上げていく。左上一匹、ナイス味方カバー。肉団子の歩行者は刺さっていく。さあ、敵が二落ちの状況で、左切りましたね。さあ、ここ持っていきたいとこ。おい、じゃあやれねえ、ごめん味方。もうちょっとここで荒らしてからのよかったですかね。さあ、仕切り直しです。味方ガロン頑張ってますが、やられていく。さあ、3対4の状況で、右上って来てますね。あら、黒ガロンですね。ごめん、ゴーミガロンでした。ちょっと右上は、どうも。味方かましげ。さあ、3対2の状況で、ナイス味方。さあ、瞬間的全落ち発生していく状況を相手。あんま入って前線上げていく。さあ、ここ割る前に一旦ニリニリして、3対2の状況、正面にガロン、アーマー潰して、アーマー吐いて、右上一匹、上一匹、正面一匹、ちょっと一旦歩行ありましょう。一匹が二落ちの状況、前持っていきたいですね。上にザップ、ガロンの場所わからん、あー正面かい。いやー、これイージーミスですね。もうちょっと壁裏を歩行所で荒らしてから歩行前に持っていくべきでしたね。今のはちょっと良くないな。さあ、仕切り直しです。まだ2分あるんで頑張りましょう味方。さあ、一旦クリアリングして、正面一匹、ザッパゴミを追い返して、シャプマが左上に登っていった。ちょっと味方に任せて正面を牽制して、一旦入って、ハマ入っていく。さあ、この辺クリアリングして、この位置にザップ、正面にガロン、うわー、この位置にガロン、ガロン強いっすね。さあ、味方に余地の状況で、もう一度仕切り直していく。あと1本ありますね。諦めずにいきましょう。4対3。さあ、この辺り左にして、正面ガロンですね。カバー痛い。あー、やられた。さあ、痛いんですね、これは。アーマー吐いて、ここ割りたいとこですね。割っていく。味方3落ちか。ちょっと一旦引きたい。あー、ちょっとザップにかかってしまう。
さて残り1分ですね。3対4、3対3やっていく。さあ敵右上一匹、左上一匹、こっちでシューティングできゃしていく。さあ一旦的瞬間的気持ちなんで、ここはってタイマー吐いて、さあラスト攻撃ペース、逆転勝利目指して進んでいく。横章で、さあまず壁裏を横章でクリアリングして、いけ、あったこれでかい。3落ち、さあ味方運んでいこう。右下に落とせば勝利は目前、フィードしていく。いやーこの勝ちはでかいっすね。やっぱね、リード地点どこかって意識しながらね、ここ運ぶの重要ですね。ご視聴ありがとうございました。